7番ダニエル・ハートセル、スティーブ・ハートセル組、アメリカ。 Number 7 representing USA Daniel Hartzell and Steve Hartzell。 ダニエル・ハーセル、スティーブ・ハーセル、アメリカの兄弟ペア、ショートプログラム2位。果たして逆転なるかどうか。曲はロミオとジュリエット、仮面の男です。トリプルツイストからですね。オリンピックで強固になと組んでいましたダンジェンさんです。変わったリフトです。ダンジェンさんは今日解説をお願いしている佐藤由香さんの婚約者でもあります。あ、ちょっと男性乱れた。佐藤さん、ここまでご覧になって逆転の可能性っていうのはどうですか？どっこいどっこい。ああ、そうですか。女性ダニエルは18歳、お兄さんのスティーブは20歳。目のあたりがよく似ている兄弟です。ここでもう一つスローのトリプルジャンプ入ってますね。決めました。少し疲れが目立ってきたような気がしますけれども、はい、あと大きい技はこれといってないので、このまま元気よく頑張ってほしいです。逆転に期待をかけるアメリカ。
ダニエル・ハーセル、スティーブ・ハーセルの兄弟ペア。五十嵐さん、いかがでした？そうですね、本当に最後まで、ね、よく頑張ったなっていうの印象が伝わってくるんですけれども、ただやはり他の選手と、まあ、比較してジャッジで点数つけていきますので、まあ、そうした場合に例えばリフトを下ろした時の流れとかですね、あるいはデスパイラルした時の女性のポジション、まあ、これ男性がちょっと引っ張り上げてたりとかですね、はい、まあ、そういうようなところが、まあ、ジャッジに目についてしまいますと点数が伸び悩むと、非常に微妙なところだと思います。このあたりはまた工夫した、これは、うん、こういうリフトとかです、ね、非常に独創的な動きを持ってますし、そうでしたね、難しいことも随分やってるんで、まあ、そういう細かいところがですね、これから良くなっていくと楽に高得点が取れていくようになると思いますね、はい、逆転なるか。Hey, Yuka. Hi, Yuka. Hi, Yuka. Thank you very much. Thank you. Luke was better than Skate America. Thank you. But still was slow. Yeah. Towards the end, I was tired. Danielle, did you forget the step coming out of the overhand style? Yeah. Good ad lib, Steve. Have you been at home? Heartcell 組の得点。テクニカルメイクの。はい、ゆかというゆかさんに向かって佐藤さんに向かっての声もありましたが、テクニカルメリット、もう一つ伸びません。最高ロシアの 5.5、 カナダ、カザフスタンも 5.5 です。工夫したところをどう評価されるか、プレゼンテーションが注目ですが、現在トップはベレズナやシャルリドゼ、ショートプログラム2位の兄弟ペアどうでしょう。もう一つ伸びません。5.5 もしくは 5.43 といったところで、ハーセルの兄弟ペアは4位です。この時点でベレズネア、シャルリドゼ、ロシアペアの優勝が決まりました。